こんにちは、サックス鍋の場池夏樹です。皆さん突然ですが、最近 YouTube でストリートピアノならぬストリートサックスの動画、まあ、つまり路上でサックス吹いてみた動画が多く出始めてる、流行ってるというか流行り始めてるの気づきました？これね、ことの発端としてはサックスインザナイトシティさんという YouTube チャンネルさんがですね、2022年の6月から今9月末なんで、だいたい3ヶ月ぐらいでもう登録者ね9万人とか、もうすぐ10万人まで行く勢いなのね。でそれをね、すごいっていう話になっちゃって、有名なサックスの YouTube の人たちがですね、どんどん真似してみんなが動画を出し始めてる。で、これからさらに、僕も真似してみたいなとかいう人が増えると思うんで、お受けが、解説いたします。それでは最後までご覧ください。さあ、まずは、必要な機材を紹介していきたいと思います。サックスだけでね、アカペラでやるんだったら、そのまま楽器持って吹けばいいだけなんですけれども、せっかく路上で吹くからには人々にこう反応してほしいわけですよね。そしたらよりいい、環境で状況で、音楽を伝えられればなということで、必要な機材をまず紹介したいと思います。まずその1、アンプです。これ大きいスピーカーってことね。で、このアンプがないとダメな理由としては、まずそもそもカラオケ音源を流したいっていう話ね。それからサックスにエコーをかけたいっていうことです。サックス生音でももちろん大きい音になるんですけれども、やはり、エコーをかけてあげたりね、少しお化粧してあげた方がより多くの人に届くんじゃないでしょうかっていうことで、必ずアンプ用意してください。じゃあ、どんなアンプを用意すればいいのか。ということなんですけど、必ず電池式か充電式のものを選んでください。これ路上には電源取れる場所はありませんからね、もしくはあったとしても勝手に電源取ったらまずいですからね、はい、ということで、電池式充電式のものを選んでください。また、重さが絶対軽い方がいいですよね。サックスだけでもこうケースまで入れたらだいたい 4,5 キロはあると思いますから、それにさらにアンプって考えたら、なるべく、軽いものを選んであげると、荷物が少なくていいんじゃないでしょうか。僕個人的には、僕学生時代に路上ライブやってましたけど、ローランドとかボスが出してる、キューブストリートシリーズが、どこの路上ライブやってる人も大体それ使ってんじゃないかなっていうぐらいシェアが高いんですけれども、僕も使ってましたけど、すごく使いやすいし軽いのでおすすめです。こちらの動画の概要欄に貼っておきますね。そして次に必要なものとしては、マイク、ね、でマイクの立て方としては、付け方としては、2パターンに分けたいと思います。1パターン目、 A パターンとしては、マイクスタンドをちゃんと立てる派の人たち、スタンド立てるパターンであれば、マイク、これはシュアっていうマイクメーカーの SM58 とか SM57 っていうマイクなんですけども、大体全国のどこのライブハウス行ってもこれがサックス吹きますって言ったら出されると思いますので、普段ライブ慣れしてる方とか、普段と同じような感じでやりたいなっていう方は、ぜひこれを入手してください。もっとちょっとお試しだったら安いやつでもいいと思うんですけれども、でマイクをちゃんと立てるメリットとしては、MCでこうやって喋ったりして、どうもこんにちはとか言いながらやりたいんだったら、マイク立てた方が、MC と、サックスの音両方兼用できるのでおすすめかなということで、ライブハウスだとここの丸いところがついてない57の方が多く使われますけど、今回は MC 兼用ということで、ゴッパーの方をちょっとおすすめとして概要欄に書いておきたいと思います。それからキャノンのオスメスの、ケーブル、これ大体路上ライブだったら3メートルから5メートルあれば十分だと思います。そしてスタンドですね。でスタンド、マイクスタンドに関しては本当は重たいスタンドの方が安定していいんですけどね、風が吹こうが何が吹こうが頑丈な方がいいんですけど、やっぱりちょっと荷物の関係で軽いものがやっぱりおすすめかなとは思います。はい、ということでマイクスタンドをちゃんと立てる場合はね、必要な機材がこれだけあるんですけれども、スタンド立てたくないと、もうちょっと身軽にしたいなという方はですね、クリップマイクっていうのをちょっと使ってください。サックスのベルにこういうクリップをつける、これだけでいいので、スタンドとか立てなくていいからね、もしね
警察の方とかに止められた時もですね、素早く撤収できるっていうメリットもありますから、ね、準備にも時間かかりませんから、まあ、クリップタイプの方が僕はおすすめかなとは思いますが、こういうクリップタイプはね、コンデンサーマイクって言ってベスト、電源が必要なんですよ。はい、なのでこの電源が必要っていうのだけ、ちょっと覚えておいてください。まあ、定番だとオーディオテクニカの ATM35 このあたりがよく使われるんじゃないかなと思うので、こちらも、まあ、それも含めて動画概要欄にちょっとリンク貼っておきます。さあ結構な荷物になってきますから、そこで必要になってくるのが、キャリーカードです。いわゆるコロコロガラガラっていうんですかね。これはもう軽ければ軽いほどいいと思いますけれども、ある程度頑丈なね、のものを使ってください。それからね、音楽プレイヤー、まあ、カラオケを伴奏を流す機械ですね。これはスマホで再生してもいいんですけれども、僕何度か失敗してるんですけどね、スマホでちゃんと機内モードとかにすればいいんですけど、そういうの忘れて、そのまま再生しているとね、電話かかってきちゃったりとか、そういうトラブルの元になるので、別途スマホとは別途音楽プレイヤーは用意しておいた方が安全安心だとは思います。まあ視認性もいいですから、iPad とか、いわゆるタブレット端末を1個用意しておくと、なんか、まあ、どうしても楽譜見たいなっていう方はタブレットでもいいだろうし、まあ、電話かかってくることもありませんから、こちらも音楽プレイヤー単体として単品としてあった方がいいかなと思いました。それから最後、これね意外と重要なんですけど、告知宣伝ボード、これ街歩いててなんかサックス吹いてる人いるなって思っても、なんかこれ誰が吹いてんだとか、何のために吹いてんだとかいうのが、まあ何のためにやってるのか分かんない、パッと見ただけじゃ分かりません。しかも僕ら吹いちゃってますから、基本的には吹いてる時喋れませんからね、だからまあ何々という名前ですとか、例えば SNS やってる人、チャンネル持ってる人だったらそこに書いておくとか、それをしかも大きく書いておかないとダメですよっていうことですね。なんかすごくちっちゃく書いておくと、なんかこう近寄っていかないと見えないみたいな話になるので不親切ですから、ちょっと大きめの、ボードにですね、名前とか、ちゃんと書いておいた方がいいですよ。よく僕の地元の駅にもね、タバコ吸いながらなんかギター弾いてるおじさんとかいますけど、何のボードも出してないので、あれは何なんだろうと思いながら通り過ぎるわけですよね。ということで、せっかくなんで告知宣伝用のボードは大きく表示しておいてあげると親切です。さあ必要な機材としては、以上のようなものが集まればね、できると思います。まあ一般的によく使われるものを紹介しましたけれども、まあもしもうちょっと気軽にって話だったら、少し値段の抑えられたものとか使ってもいいと思いますし、あと代用できるものとかありますから、あとは、サックスケースはですね、きれいにしておいて、お気持ちが入るように、しておくと、まさかのチャリーンが入るかもということで、皆さん挑戦してみてください。皆さんも何かおすすめの方法や、おすすめの場所などあれば誰かの役に立つかもしれませんから、コメントいただければと思います。ということで、なんか大きな声ではあんまりサックスのストリートサックス路上ライブどんどんやりましょうとは言いませんが、ぜひ挑戦してみる価値はあるのかなと思うので、必要な機材全部概要欄に、貼っておきますので参考にしていただければと思います。今日の動画参考になりましたという方もしいましたら、いいねボタン押していただけると嬉しいです。また音楽を楽しむための情報をこれからも発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。